気ままにダラダラ、ショーチャンネル。砂漠がない、砂地がない、ほんと参った。ちょっとね、前回の撮影からね、また 2,3 日、ちょっとこもってたんだけども、一個も砂漠見つからず。あるといえば、前回整地したようなちっちゃい砂漠、まあ砂地っていうのかな、あれがね、ところどころ点々とあるだけで、いや、でかいのはなかったな。いや、ほんと参った。まあ前回ね、ちょっと最後にちらっと言ってたんだけども、まあ本当にネザー経由で、まあ、ネザーワープ利用してちょっと砂地を探すしかないね。さすがに地図 2,3 枚作って見つからないので、ちょっと心が折れかけてる。まあてなわけで、今回はね、まあちょっと黒曜石も手に入れてきたんで、ネザーへ行って、そこからゲートをまた作り、現世に戻って砂地を見つける、この作戦をね、またやってみたいと思います。まあ言うのは簡単ないけどな、実際問題、まあそこに当たるかっていうのがな、一番の問題やからな。前回やった時はうまくいったけど、さあうまくいくか。まあとりあえず行ってみよう。さて、まあここはどこやって思っている人も多分ね、たくさんいると思うんだけど、ここはですね、前回整地したあの渓谷です。じゃん、いやー綺麗、良いね、良い感じです。やっとここをお見せできる場面ができたよ。ここはね、今現在ブランチマイニング場にしてるんだけども、ちょっとね、ここの上のスペースが余ってたんで、ちょっとここの土地をね利用します。まあいいね、雰囲気も悪くない。よし、じゃあ一発目行ってみようかな。さあまずここでどこに出るかやな。浮島じゃないことを祈る。さあ行きましょう。お願いします。てい、行ってみよう。おお、ちゃんとした土地。おーおーおー、あ、よかった。え、てか待って、普通にブレイズいるんですけど。え、ちょっと待って、あいつ匠の顔してね。え、ブレイズってあんな顔やったっけ。え、てかブレイズがいるってことは一石あり。いや、ないぞ。ん、え、なんであいついるんやろ。もしかしてどこでも枠的な、そんな感じ。まだあいつ遠かってよかったけど、とりあえずここはまだ大丈夫そうやね、土地的に。ちょっと今のうちに囲んどこう。ブレイズ匠、やっぱりお前も匠なの。というか普通に枠の、やっぱりあいつなんなん、爆発するんかな。よいしょ、普通のブレイズなら火を飛ばしてくるだけやけど、お前何も。え、でも普通に燃えてんじゃん。え、飛ばしてくる、飛ばしてくる。え、消えた。え、何それ、何それ。ちょっと待って、フェイント、ふざけんなよ。え、あいつどこ行った。うわっ、うわっ、うわっ。はあ、下から、下から出してる。どこにいるの。ん、違う、今上から出たよな。謎なんだけど、え、そんな姿見えんくなるとかあり。やばいんだけど、それはないわ、それはないわ。へえ、ホラーやん。普通にホラーやん、そんな。マジ？いや、これ無理なんですけど、無理なんですけど。ネザー、恐ろしい。向こうもダメだと思うな。
あら、ここいい土地かと思ったのに、あんまり良くない。うわ、これ参ったぞ。うわ、道ない、一箇所もない。うわ、ガストの声しだしたし、勘弁して。ちょっとこれはワンチャンでもいいから壁掘ってどっか出ないとダメだな。今んとこ何も見つけられんぞこれじゃ。ちょっとここら辺掘ってみるか。よいしょ。わ、さすが、さすがこのピッケル早えな。超掘れる、超掘れるけど、これ事故ちょっと怖いな。ネザーあるあるのマグマとかマジ勘弁しや。はい最悪、はい最悪、はい最悪、もうウソやろもうあ、しかもここどこやねんこれ下に掘った方がいいかな。一応今んとこずっと平面で掘ってはいるけども全然出る様子がね。ん、開いたか。お、こっからだったら下行けそう。よしよし、ちょっと怖いけど。おい、どんな感じ。お、ここはまだ下に行けるかな。あ、行けるね。よっしゃよっしゃ、やっとこさ出た。俺が落ちたのはここやな。ちゃんとこれを目印しとこう。ほんと帰れんくなったら嫌だからな。よし、オッケー。どうしよう。どっかで一区切りつけてゲート作りたいな一回。あわよくば遺跡でちょっとゲート作ってにしようかなと思ったけど、まあそう簡単には見つからんか。ちょっと今回遺跡運には恵まれんかったな。よいしょ、どうしよう。どっかホラー穴ない？ここいいんじゃない。あ、ここ良さそうね。ちょっとワンチャンここに一回作ってみるか。どれぐらいやろ。さっきのゲートからおよそ100マスぐらいかな、100から150ぐらい離れた場所やけど、まあまあこのピッケルがあるからね、何回でもやり直しは効くし。よいしょ。まあとりあえず作ってみよう。さあ一発目出るかな。出てくれるとありがたいんだけど。よし、これで OK。 さあ一発目のワープお願いします。行ってみよう。さあどうかな。平原だといいな。さあどうよ。お、平原。お、ラッキー、ラッキーやけど、ん、平原と、なんだ、湿地帯かこれ。あー、周りなんもねえなこれ。しかももう夜になるからやばいんだけど。ここは何もないか。お、けど砂漠。うわ、でも砂漠っていうほどでもないけど。あ、この奥砂漠かな。お、これは引いたかな。あ、来たんじゃねこれ。おー、一発つも、よっしゃー、作戦成功。これはきっとでかいぞ。今描写距離ちょっと絞ってるからな。ちょっと最大にしてみてみよう。来たで来たで来たで。こらでかいわ。向こうもだもんな。まだ奥続いてるし。いや、これはでかいぞ。いやー、これはいい砂漠。これは砂取っても全然余裕で余るわ。っていうか多分この前ぐらいでもう十分だと思う。いやー、引き当てたな一発目。まさかネザー遺跡よりも先に見つかるとはね。ちょっと予想外。遺跡の方が先見つかるって思ったのにな。ちょっとなんか悔しいな今までの実績的に言ったらな、遺跡が先に見つかると思ってたもんでね。いやー、なんかちょっと消化不良というかね、なんというか。でもさすがネザーワープやね。いや、一
発で見つかるとはな。さあちょっと砂漠はもう見つけちゃったけども、ちょっとこれどないしよっかな。このまませっかくネザーに食べに来たのにな、もったいないよね。これちょっと今更やけど、ちょっと目的変えようかな。ちょっと遺跡見つかるまで帰れまで開催しよっかな一人で。ちょっと遺跡仕事してよ、頼むわ。ただいま。まあちょっとブレイズロッドもね、このモッドのために必要やからな。まあどっちみち見つけないかんねやけど。じゃあ次の目標ちょっと変更やね。次は遺跡を見つける。さあどんぐらいで見つかるかな。なんか今回は苦労そうな予感。やっべ、ちょっと逃げたい逃げたい逃げたい、死ぬって。これはあーくそ、もうこうなれかんやな。こっちこっちに行ってみる。うーわ勘で進んで5秒後にこれかい。これはさすがにないって。ダメかなこの作戦。もうこれ頼るしかないんだけど、もう道ないんですけど。こっち、いやマジでこんだけ見つからんとか本当にあれなんだね。前シリーズの時超調子よかったんだね、あの時。だって9個だったっけな、見つけたもんな。それに比べて今やゼロやで、やばいぞ。もう探索始めてどれぐらい、もう2時間か。いやマジで、うわー危ね、ガード、ほんま危ね、見つからんな。これどないしよう。もう最終的には本当にお久しぶりのマグマ渡りしないとダメかもしれないな、これ。それだけは避けたいんだけど。うわぁ。まあ、ここも安全っていうわけではないけどな。出ませんな。本当に出ませんな。今回の遺跡はどんだけ。え？マジで？よし！来た、やっと来たー。てかもう砂漠より嬉しいんですけど。今日の旅の目的よ。はあ、やっと見つけた。やっとや。はあ、見つけました遺跡。ここでも広いな。結構でかいぞ。今この軽装備でいけるかな俺。装備つけてないや、そういや。あーでもこんだけ広いんだったらさ、チェストも期待できるよね。よいしょ。お前は普通のブレイズ？あ、普通のブレイズだ。よし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 、倒す。ブレイズロッド落とせ。なし。お豚様が結構湧いてんな。ここは、うわ、そうだ、お前忘れてたわ。そうか、ここで湧くんか。まあ今回別に君の頭は欲しくないからな、別に期待はせえへんけど。強くない？こいつ強くない？なんか変なのいるんですけど。クリーパーの顔すごいな。ちょっと名前見せて、名前名前名前、あれ名前見えねえ。あ、なんかダメージ受けてるし、もうガスト匠、ちょっと可愛いなお前。普通のガストに比べたらなんか全然可愛く思えるんですけど。すげえ、でも何が違うんやろ、この弾の爆発が違うんかな。もう後ろはえらいことになってるけど、ここお前何も、やばい、俺こいつに対してはすんげえ可愛く思えるわ。へえ、こんなんもいるんや、すごいなネザー。俺、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。各端末ごとの登録ボタンをクリック、上の図から登録していってね。
チャンネル活動一覧です。1週間の活動を公開、月曜から始まり日曜までてんこ盛り。もっと詳しい情報は Twitter までお願いします。また皆様に会えますように。バイバイ。